気をつけてご登壇ください。見えますか、少し見えますか、少し見えますか、皆さん。はい、それではしっかりはっきりくっきりご覧ください。ユニフォーム、じゃあ、中井選手、ユニフォーム着心地いかがですか。すごくいいです。どんなところがすごくいいですか。すごく軽くて、いい意味でのかも、戦ってぐらいか。ちょっと後半も難しくなっていますね、いろいろね。皆さんこんにちは。はじめまして、背番号1番ゴールキーパーの伊藤剛です。僕自身、J リーグの舞台でやるのは6年ぶりで、嬉しく思いますし、まずこの、またチャンスを、くださった九州さんには本当に感謝しております。この思いを全て、ピッチでぶつけたいと思うので、今シーズン応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、永井亮です。漢字で龍って書くんですけど、名前は亮なので、よく間違われるんですけど、覚えてください。クラブハウスに行った2日目にマネージャーの波平さんから、永井選手、タバコ吸ってますって言われたんですけど、吸ってません。人を見た目で判断するのは何聞いたやつなくたくて、お酒も飲まないですし、ギャンブルもしないですし、ただのいいパパはやってます。ただ、サッカーだったら本当にがむしゃらにやりますし、ゴールをただひたすら狙い続けるストライカーだと思ってるので、たくさんのゴールを見せれるように頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。背番号11番をつけさせていただきます、木山光平です。北九州はギャンブルの街と聞いたんですけど、僕もギャンブルはやらないです。はい、そうです。この北九州という地に来れたことにすごく感謝しています。今までプロ19年目になります。これで、その経験すべてをこのチームやチームメイトに伝えたいと思ってますし、何よりこの北九州という地で選手として輝きたいと思ってます。1年間一緒に戦ってください。よろしくお願いします。皆さんこんにちは、工藤光太です。僕は21歳ですが、もう若い年齢だと思っていないんで、全試合出場するという目標を立てて覚悟を持ってここに来ました。最初から応援してもらえると思っていません。試合で結果を残して皆さんに応援してもらえるように頑張ります。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。順天堂大学から来ました、背番号15番ミッドフィルダー小林陸です。皆さんからは陸とか小林陸とか、まあそんな感じで呼んでいただけると嬉しいです。自分はゴールに向かうプレーだったり、足元の技術だったり、まあ、ゴールやアシストっていうところに着目していてもらいたいと思ってます。このチームの勝利のために1試合でも多くこのチームの勝利に貢献できるよう頑張るので、応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。関西学院大学から来ました渡辺壮太です。プレーの特徴としてはゴールへの貪欲さと献身的な守備です。ピッチ外のところではシャリでお寿司が好きです。自分のゴールでこのチームを J2 昇格に導けるように頑張りますので、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。背番号20番山朝日です。朝日と呼んでもらえると嬉しいです。北九州すごくいい街だと聞いたので、早く慣れて、その慣れた分サッカーに生かして貢献できるように頑張りたいと思います。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは。鹿児島ネテルシーから来ました篠山旅です。久しぶりに福岡県に帰ってこれて嬉しく思います。小さい頃から、この北九州という地ですごく試合をしてましたし、すごく縁を感じているので、ここでプレーできることを本当に嬉しく思います。
プレーではチームのために走り回ってゴールを狙い続けてもらいます。皆さんで強い北九州を取り戻しましょう。よろしくお願いします。こんにちは、高橋龍太です。自分のプレーの得意な部分はドリブルとかアイデアあるプレーで皆さんを魅了したいと思います。身長はちっちゃいですが大きいプレーでチームの勝利に貢献できるように頑張ります。最近の趣味はビリヤードです。今日も2分以内に取れてよかったです。応援よろしくお願いします。皆さんこんにちは、大谷幸喜です。ありがとうございます。じゃあ10年も前なんですけど、スタジアムができて、クラブハウスもできてっていう環境が変わってる中で、ね、また戻ってこれるって嬉しく思います。早くスタジアムまで行ったことないんで、楽しみにしてます。また皆さんと一緒に、戦えることを嬉しく思います。いい一年にしましょう。よろしくお願いします。こんにちは、アジアのから来ました、アジアの岡山から来ました、背番号39番谷口立成です。僕はゴールキーパーで、身長が194センチあります。この身長を生かしてダイナミックなセーブでチームを勝利に導きたいと思います。1年間よろしくお願いします。皆さんこんにちは、イラワンツ北九州ユージアーチ帰ってました、神田龍太です。プレーの特徴は両足で蹴るロングフィードです。今年1年間よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。背番号50番、杉山浩二です。ポジションはセンターバックです。年齢は25歳です。ロングフィードと守備時のモビリティが自分の特徴だと思っています。チームのために戦って、走って、叫ぶ、それが僕のアイデンティティです。皆さんの心を動かし、心を震わせるプレーができるように精進しますので、何卒よろしくお願いします。そ
8位はちょっとまだ印象大ですけど、はい、自分が2014年の時にオーバーヘッドを決めさせてもらったんですけど、その後、相手が平松さんやったんで、なるほど、そういうゴールを決めたいなっていうことで思います。はい、楽しみにしてます。はい、楽しみにしてます。決めに関してですね。はい、平松選手お願いします。あの、先ほどのギャンブルの話なんですが、ギャンブルの話聞いてますか。はい、門司港の滝の焼きカレー食べたんですけど、はいはい、そこのマスターが言ってました。そんな情報源。そうなんですね、おかしいですね。いやいや、でもね、確かにあの競輪場ですとかね、競馬場ですとか、そういった公園のところはあります。あ、充満してますよね。そう、ありますんで、ただね、あのギャンブルの話にそっくりにしていただきます。そうですね、そこは訂正します。はい、間違いなくあるのはあるんです。はい、では、僕の選手、はい、僕の印象、はい、印象、はい、ご飯が美味しいっていうのがすごく、はい、そうなんです。はい、では黒田選手お願いします。北九州の印象は運転してて思うんですけど、結構スピード出す車が多いなと思いました。はい、安全運転を心がけましょう。そうですね、皆さんね、はい、はい、ありがとうございます。この鍵は見ます。はい、で小林選手お願いします。自分はあの成人式の北九州の印象があって、そこが印象の強くて、はい、まあ、ただ自分の友達にも北九州にいるんですけど、まあ、成人式だけはっちゃけて、目はすごい真面目っていうのは知ってるので、そういう印象です。はい、はい、もう今北九州の文化ですからね、世界に発信してますので、はい、はい、渡辺選手お願いします。まあ、北九州に来てまだ数日なんですけど、印象はサポーターの方々が熱くて、温かい人も多くて、大好きです。はい、続いて、はい、最後にイメージは、ノスタジアムが素晴らしいなっていうことが、はい、個人的にはノスタムがあるのが嬉しい。はい、下に出てもいいでしょう。はい、はい、スタジアムがすごくて、サポーターの皆さんが熱いイメージがあります。個人的には杉さんのうどんが、一番好きです。リクボをどうぞ召し上げください。美味しいですからね。はい、お願いします。思ってるより都会でした。京都の宇治です。あ、宇治よりも北九州は都会ですか。全然こっちの方が都会で、すごい嬉しいです。ありがとうございます。どうぞ、ぜひお願いします。こんな感じに言いましたし、すごく優しい人たちもたくさんいて、過ごしやすかったっていうのを覚えてるんで、はい、家族たちからすごく、いいところを教えていきたいなと思います。家から徒歩15秒の方にしました。あのスタジアムも海沿いのスタジアムですから、はい、あのおそらく J リーグのチームの中で海にボールが飛び込むスタジアムここしかないっていうのを言われてますので、ね、飛び込ませないようにお願いしますね。はい、はい、いい返事いただきました。いかがでしょう、お願いします。美味しい食べ物がいっぱいあるので、たくさん食べたいと思います。はい、杉山選手お願いします。僕は昨年ベースパーオージャーっていう大分のチームにいたので、九州全体に優勝したチームですが、気候が良くて自然も豊かで、過ごしやすいし、ご飯も美味しい、本当に素晴らしいチームイメージになっています。そうですね、これからもっともっとね、きっと北九州のことを、そして北九州のサポーターの皆さんのことを好きになっていただけるんじゃないかなと。